ハロ、はいえー YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうかえっ、ー、とジャッキーちゃん最近その仕事を辞めたりとかもう半ば強引に無理くり辞めたりとかしてまあ迷惑かけてんなごめんなさいって感じもあるんですけどなぜそうなるかというとやっぱりずっとその幼少期から感じてた自由への 探検というか、探望というか、願望というか、憧れというか、追求ですね。うん、それに向けて本格的にこう自由を追求して行こうとしている。うん、まあそのためには本来であるとお金とか必要だと思うんですけど、まあ良くも悪くも残念ながらジャッキーさんにはお金稼ぐ能力っていうのはあんまり、えー、搭載されてないというかうまくないんですよね。 でも金は使いまくるっていうね、うんまあ、ある意味ジャッキーらしいんですけどそんな感じではいるんですよね。うん、でもこう自由を探求していく上ではやっぱりお金と時間のバランスってどっちもある状態じゃないと辻褄が合わないと思ってるんですよね。 うん、時間あってもお金ないと微妙やしな、とかね、お金あっても時間ないと。本末転倒だよね、とかもあるんで。このどっちもがね、今後得ていくんだと思ってます。うん。それはなぜだかわからないけどっていうね。うん。まあ、あの、抗わないことっていうのも大事だと思ってまして、抗うっていうのは、いわゆる。 一つ無理をしてるっていうことだなというふうには最近は心の中で結構思ってたりするんですよね抗うあずっとあらがってきたんでうん流れに任すと「龍、えー」竜ってあのなんかなんて言うんですかね神様的に、えー、崇められてるところあるんですけど「龍」竜って漢字変えると「 流れるって書いてね「流」って読めたりもしたりしますよね。うん、まあそこら辺にね、まあ、ちょっと分かんないんですけど何かしらのヒントがあるのかなというね「川の流れのように」とかっても言いますからね、うん、ただ淡々と、えー、身を任して身を委ねて祈って願ったりとかして生きていくこういう根本的な人間の在り方っていうのが すべ、えー、てのハッピーすべての幸せ愛とかね、えー、人間らしい生き方なのかなっていうふうに最近は思ってますうんああちょっと何言おうとしたか忘れちゃったんですけどなんだっけな昨日は楽しかったですやべ何言おうとしたんだっけなそう、うん、だからこう新しいジャッキーに向かって最近はあのー、更新していってる状態ですねデトックスしつつ 前へ向かってる、うん、冷静になるとねこれ仕事どうしようかなとかねウーバーでもやったら別にいいんだと思うんですけど自由だしねそうあ自由だねそう自由のこと言おうとしてたんだ、うんまあ、どうせ死ぬからどうせ生まれてどうせ死ぬんでまあ僕は僕でねこう自由っていいよな自由ってどうですかっていうふうなねアピール、えー、打ち出しをさせて。 もらってるんですけど、うん自由どうでしょうかえー。僕もねえー。ちょっと向かっていくので。どんな感じかっていうのをね。近況報告っていうのはしていきたいなって思ってます。ということで、一旦現場から以上です。ありがとうございました。